三日坊主と挫折の部屋へようこそ。本日のブツはこちら。以前も紹介した3個買うと安くなるよシリーズです。いつの間にか均一価格ではなくなって、300円の商品もあれば700円の商品もありますって感じになってました。めんどいのでボツネタにしようと思っていたので、ざっくり適当にいくよ。まずはこちら、 Bluetooth のイヤホンです。バイクで使うつもりで買ったんですが、どう考えてもでかすぎ。続いてはこちら、カードリーダー付き USB ハブです。今回は 3.0 で通信できたんですが、カードリーダーが超激遅。続いてはこちら、 LED ライトです。久しぶりの大当たりです。この手のやつで最高の明るさです。ドライバーにもなるよって。こんなん使わんやろ。続いてはこちら、パチモンたまごっち。全く使い方がわかりません。いろんな動物が選択できるんですが、いきなり成長しています。餌とかうんこの世話はできるんで、何かになるのかと思ってやってみたんですが、日課で電池がなくなりました。何よりリセットスイッチがでかすぎ。続いてはこちら、 Bluetooth ステレオイヤホンです。こちらもバイク用で買いました。薄くてヘルメットの内装に干渉しないし、画期的と思ったんですが、音がゴミのようでした。続いてはこちら、スマホの外付け冷却ファンです。なんで買ったか覚えていない。続いてはこちら、何個買うね。 LED ライト。こちらのやつはレンズで修復をしてるのでどうかなと思って買ったんですが、変なムラというか影が出ます。デザインはこちらが好みなので残念です。最後は謎の中華ゲーム機。なんと500本もゲームが入ってるぜ。なんですが、あかんやつやかん。